いいじゃん、でも下手くそな字だよ。あーもう想像通りの字。マジで男のこういう字。嘘じゃん。こういうこのさ、びっくりマークをさ、これでやってる。ほら、うまくない縦書きは。本当に男のこの字って感じ。ほら、良くないですか、うまくない、縦書きの方がうまくないですか。あ、ちょ、じゃあ、細い字つく、細いペン使えばいいんじゃないですか、これ。確かに、ふと。てか、あれ、その便箋みたいなのありますちゃんと。便箋はあるし、これ、ラブレターを書く用にペンを買ってきたの。いやでもね、あれ服用のペン、そういや、その行為は素晴らしい、素晴らしい。これは、あのインク、特別なインクが、というか万年筆のインクが入るペンなんですよ。確かに、矢崎のことだけ下手っていうのは公平じゃないね。みんなで書いてみよう。みんなで、ちょっと試してみんなで、本当に誰が上手いか、誰が下手か。いや、僕は上手いって言ってたんで、別に言われる。逃れようとしてる。一回ちょっと字の選手権やろうぜ。やりましょうやりましょう。便箋まだ余ってるんで全然。これで下手ってディスっちゃったから、そう、これで本当にみんながうまいのかって話ですよね、うん、じゃあ内藤さんへの感謝とか書きます。いや怖いな。あ、そういう作戦。それを書かせるために俺。じゃあひーこから書きます。はい、いただきます。私から。でも女性ってちょっとプレッシャーあるよね、字うまくなきゃいけないみたいな。確かにちょっとね、そういうちょっと下駄はやかせられるよね。変なバイアスはかかってるよね。かかってるね。私しかも教室7段持ってるの。めちゃめちゃうまいやん。え、マジで？めちゃめちゃうまい。そうなんだ。はい。どっちがいい？だけど、うまい人が一番最後の方が王ってならない。そう。下手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 。逆にそう、まあ、で、ヒーコがちゃんとうまかったら、うん、誰がうまいかちゃんと見てもらう。あ、確かに確かに。7段の目から。じゃあ、お疲れさんに書きます。え、いいっすよ。え、何書けばいいですか？何がいいかな？2月の目標とか書きます。あ、でも同じ文字の方がいいんじゃない？同じ文字の方がいいですか、うん、あ、どうしよう。普通に、内藤さんありがとう。内藤さん怖くない？怖くない、なんか内藤漢字にしてみましょう。ちょっと待って、縦書き横書きどっちにしますか。じゃあ縦書きにしましょう。縦矢崎さんと上長。僕の方が。オッケー、じゃあそんなになんかその気張らないスピードで書きますよ。あ、そうだね、そうだね。いつものスピード。いつも内藤さんいつもありがとう。はい、一番感謝しなきゃいけないからね、奥君が。はい、でもね、ロックはね、うまかった気がするんだよ。で、うまいのよ、確か。うまいですよ、ね、はい、内藤さん、いつもありがとう。おー、はい、こんな感じ、オックくんですね、これは。あ、いいかもしれないね。上におって書いてて、おっく、おってまあ、わかるでしょ。最後に、じゃ自分の目。一番書き慣れた字ですからね。確かに、これは一番性格出るよ、名前が。うまいね。おお。いい評価、なかなかいい。これおはようございます。ということで、令和荘運動部、本日はですね、バドミントンかなをやろうということで、体育館を貸し切ったんですけど、見てください、誰もいません。まだメンバーが誰も来てません。約束の時間がね、10時だったんですけど、10時5分でまだ誰も来てなかった。ちょっとウォーミングアップしてね、待ちたいと思います。さあ、ということで、全員集合しました、今回のメンバー。イエーイ、今回は全員で5人。はい、少し少なめですが、今回はバドミントンです。バドミントン短歌やっていきましょう。全員寝起きだから。これ楽しいぞ、バドミントン。めっちゃいい。いいよ、やだ、いいよ、これ楽しいね。楽しいです、楽しいです。あ、出た。さあ、じゃあちょっとラリーやってみてよ、4人で。バドミントンの人に借りた最高級ラケット、いきます。はいはいはい、はい、そう、上がね、見えづらい。よだー。じゃあ、ヨザキングさん。僕も、あの、歴史的には一番、あの、ありがとうの気持ちが長いですから。やばい。1個開けて、ここでどうする。じゃあ、はい、おめえ返上なるか。あ、でも上手、え、うまい。書道なんかね、4段。4段すごいじゃん。4段。うわあ、ちょっとうまそうに見せるこれ、このパターンね。うまそうに見せるパターンね。それあり。ここら辺とか。できる営業マンと書道家の書き方の違いですね。書道家でごまかしてるな、ちょっと。あの、芸術性があるいいんですよ。縦書きずるない？だから横書きじゃ使えない技術。確かに、縦ってずっと言ってたもんね。矢崎さんが言ってたんだ、ずっと。そう。あ、でもね、名前上手だな。名前ね。ほら。
はい、これが宮沢キングのですね、ちょっと達筆風な感じ。そうですね。はい、じゃあ P さん行く。 P さん行こうか。あ、でも P さんこれ、あ、いいじゃん、結構。うん、大丈夫ですかね。うん、はい、あ、いい。あ、サインでね。はいはい、はい、こんな感じです。いや、うまいですね。あ、いいですね。全然タイプ的には似てるかもね、この二人が。そうかもしれないですね。そうですね。あ、ほんとだね、うん、なんか似てるし。ユーミンが帰ってきました。イエーイ、今日の中から戻ってきました。どうもなんか心なしかおしとやかになって帰ってきました。東京でね、やっぱギスギスしてたからね。でも京都のね、はんなりとした感じで。どうでした、京都は。京都もほんとゆったりしてました。そうだよね、結構2ヶ月ぐらい、はい、そうですね、2ヶ月ぐらい、うん、どうですか、久々の令和荘は。いや、でも相変わらずですね。なんかいろいろ変わったはず。でも、ダメ映したおさらい、ダメですよ、ダメですよ、ダメですよ。見せられない部分が。俺今日びっくりしたんだけど、はい、玄関の靴の量が尋常じゃないじゃん。ちょっとこれびっくりしない。なんかパーティーやってるかなと思って。この量尋常じゃない。一回片付けたはずですよね。そうそう、もう使うのしか出さないって言ったのに。多分ヒーコと俺が3つずつあるな。今見た感じ。確かに。いや、一回片付けたんだよね、みんなで。はい、そうですね。そうですね。そうですよね。だけど、ユーミンが帰ってくるちょうどぐらいに元通りになってるって。やばい。しかも、ユーミンなんと1000人突破。おめでとう。そうだよ。なので、ユーミンが食べたいものを食べに行きましょう。ありがとうございます。何がいいですか。高級なお寿司です。うわぁ。え、ちょっと、あれ、さっきただのお寿司って言ったのに。確かに。ちょっとカメラの前だったら急に高級なお寿司始めて。慣用句がなんか。確かに、さっき普通のお寿司って言ったの。確かに。高級な。これはおつくさんに言えって言われたんです。よく練習通り、練習通り言えたね。いや、でもユーミンだけなんだよ、おごりは。ああ、そうじゃん。そうですよ、頑張った人はおごりって言って今まで全員おごってた。いや、じゃあそれ行きましょう。お寿司、お寿司みんなで食べに行きましょう。はい、全員そろって初めてだよね。そうですね。今まではユーミンいない時だったもんね。あ、そうです、そうです。そうだよね。ケントルもそうだった。そう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 、ハンバーグ食ってた時に。まさにね、この間動画で。そう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 、今日。そうそう、じゃあちょっとそれ行きましょう。はいはい、はい、ちょっといい店探しておきます。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ全員揃ったんでね、これからいろいろやっていきましょう。はい、はい、あとはまあ、合宿合宿、あ、合宿、 GoTo 合宿、夏やってなかったからね。確かにね、うん、GoTo トラベルも東京都が10月ありますからね、うん、はい、そうですね、うんうん、いいじゃん。矢沢キングの地元の山梨ら辺なんてさ、あるでしょ、コテージとか。あー、そうですね、じゃあうちの実家に。実家に。はい、まあ、それちょっとおもろいね。桃農家なんですけれど。許されるんですね、はい、大丈夫。その家族仲いいんだっけ。家族はまあちょっと遅れ子なんと。いや、でも面白いね、なんかみんなの実家の近くらへんなんか巡るような思いが。ああ、面白いですね。結構ね、バラバラっちゃバラバラだから。確かに、確かに、ね、いいですね、うん、内藤さんの実家でみんなでご飯食べたいですもんね、千葉の味覚で。あー、そっか、お店ですもんね。そう、そうそうそう、うん、はい、じゃあちょっと内藤さんが、はい、内藤さん一番内藤さん。まあ、いつも書いてるからな。怖い自分で自分で書くのが一番怖いのよ。ちょっと待って、ほら、あ、でもガーとかいいですね。あ、毎日壁に書いてますもんね。ありがとうありがとうって。あとかでもどうこれ。あー、えー、ほや、あー、でもまあ最後大地超適当に書いてますね。やばい、人のこと言えなかったかもしんない。じゃあ最後、はい、最後やば、7段はやばい。7段ってそんなうまいの。だって7段って俺見たことないよ。え、やっぱりそれってユーキャンで撮ったんですか。いや、違いますよ。ガチの一番上が9段、一番上が多分そんぐらいで、多分もう一段行ったら先生になれるやつなんですよ。すげー、師範。あ、え、あらこんなんやってるやん。あれ、ちょっと次進歩してない。
うわー、もう呼吸から違うんだ。すげえな。でもサムネの文字もうまいもん。確かに。あ、そっか。そう、自分で手書きだもんね。ちょっと待って、え、生産性悪いな生産性悪いな、統一してんだから今精神を。コスパ悪いかはい、どうだ、いかがでしょうか。まあうまいな、確かに。まあ、うまいですね。でも身とかさ、こういう払いでいいの別に。何がこういう感じじゃないんだ。こう、くしゃみがさ、カクカクみたいなやるじゃん。はい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 、それはいいんだ。うん、なんか別に普通のやつやってたんだ。なるほど、なるほど。あ、でもやっぱうまいよ。ちょっと、いやでもちょっとね、内藤さんとなんかキャラ被ってる感じ。よっしゃ、いや、そうだね、キャラ一緒だね。インサート。キャラじゃない。コメントに書いてもらおう、誰の文字が一番、うん、一番じゃあ好きな文字をコメントに書いてください。好きな文字みんな誰の文字が心に残るか。今から向かいます、寿司三昧へ。いつぶりですか、寿司を食べるのは。あ、ひーことお寿司屋さんに行った以来。いつ行ったの1ヶ月ぶりぐらいです。そう、よく帰ってきてくるの。あ、本当にお祝いで行ったんだ。だからさっきのクイズ私ちょっと言うたから。いや、知ってたんだ、サーモンクイズ。でも絶対食べたいから黙ってましたさあ、ということで着きました、寿司三昧。寿司三昧の方に今日は行ってきたいと思います。初めて行ったことある、3人初めて。僕はあります。あ、本当に。はい、キーエンス時代に。そうですね大トロしか食べなかったその時は。うわ、待ってる3人がびっくりしたんだけど、もうさ、俺たちが降りた時にさ、もうタクシーで走り出してたっていう早い行くのと思って。じゃあ行きますかさあ、ということで寿司三昧でユミのお祝いしてきたんですけど、寿司三昧聞いたら撮影できなかったんですよ。なのでちょっとデザート、はい、ユーミンデザート食べますか。はい、ちょっとね、動画にも残しておきましょう。ユーミン今取り始めた瞬間、ケントゥの背中にかかると思いっきり口紅をかかった。なんで言うのそれなんで言うねんなんで言うねんそんなこといや、美しくね、やっぱり映りたいですからね。そうなんですね。じゃあちょっとデザート、ファミレス系とか行きますか。いいですね、行きましょう。ファミレストランガストがあります。あ、いいじゃないですか。うざっとということで、はい、今バドミントンが終わりまして、ご飯に向かいます。やった。何を食べますか。脂っこいやつ。脂っこいやつ。そば食いたい全然真反対真反対何がいいか。うわぁ、近づいた方がいい。スピードハンプとかやらないんですか。あ、案件だ。案件と油の匂いがする。今からみんなで白米食べるツイートします。うわ、これはうまそう。いただき、久しぶりだな。じゃあいただきます。いただきます。これ凍ってるんですよ、はい、ネギ塩が、うん、だからちょっとこれを皆さん取って、はい、ちょっと一口サイズ、うん、で一口のところに乗せてカツと一緒に食べてみてください。すごいですよ、うん、いただきますね。それ違います食物繊維です。これすごい。ほら、いただきます。びっくりする。うん、すごくない？なんかこの反応。どんな感じですか？いや、これはめちゃくちゃ美味しいです。食べてみたい。まずね、あったすぎこのネギ塩うまいね。めっちゃ濃い味。こんなうまいネギ塩、多分食べたことないかも。え、ちょっとそれ一口乗せて、そこをパクって、はい、ネギ塩こう一口パクって乗っけて、これ？そう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 。そう、凍ってんだこれ。あ、シャキシャキしてるってことですよね。そうそうそう。で、口の中の温度差がすごくて、いただきます。なんか揚げアイスクリームとかそこら辺の勢い。うん、すごい。すごい、そう。あ、ネギ塩の味が圧倒的に濃い。すごいよね、これ。うまいですね。美味しいよ、本当に。うん。あ、お疲れさんがそれ。どれ違うやつかな。僕が最近さ、なんかさ、茶こしとかに入れてさ、煮出すんじゃない？うん、そうですか。え、そうなんでしょ。このまま入れすぎない？このまんまさ、黒豆ぶち込む人いなくない？別になんかあったっけ。なんか茶こしとかに入れんじゃないの。古代のタピオカみたいな。ね、古代か
エジプトで昔流行った飲み物。ドリンクバーってなかなかこのまま飲みしてないよね。会えないっすよ、ね、うん、あったあれよね、そりゃそれどうすどうすそれだけ持ってきて、ね、どうすんの、めっちゃ詰めてくるそれ、カップもう一つ必要なんじゃない。うわ、怖い上司だ。マジ、考えればわかるんですよ。うわ、最近やってきた半沢直樹ハマってる。あ、そういうこと。本当はもっと至近距離で、クラブの距離じゃなこれはわかんないです、普通にどうなの。いや、もうヒーコ理論があるんじゃない。何をしたよ。え、黒豆茶が飲みたいです違うだろう。あ、怒ってる半沢直樹。違うだろう。ちょ、でもこれは分かんないっすよ。え、その上下することで何が起きる。え、だから出してます。え、その黒豆茶、まあ、怖い、もう黒豆を取り除こうっていう発想はもうないんですよ。あー、もう味を出せればいいんですよ。混ぜてるのね。そうそうそう、混ぜるのに、そう、俺よりやばいかもしれない。まあその説はあるな。はい、カメラ意識しちゃダメよ。エモく、エモく。ダサいんだこれが。ダサいんだこれが。ダサいんだこれがまた。MV みたいになってないですか。やっぱ。いや全然。通り過ぎるメンバーがもう、もうとんでもないメンバーが。まあでもちょっとエモいね、雰囲気が、夜の商店街ってのが。MV の素材にあげるよ、さっきのやつ。さっきのみんなで。あ、いいよ。あ、20だ、20。はい、20。お、いいよ。おお、いいじゃん。あ、メガネ、メガネが。慣れてなさすぎて。GY パークだっけ。GY パークさん、頑張った。真っ先に音。